こんにちは、アミです。本日は今日3月になったということで、3月のクエストレベル15を早速やっていこうと思います。はい、今回ですね、ジントニックと赤座の多色編成でやっていきます。操作時間がね、固定なのでかなりやりやすいかなと思います。はい、早速ですがパーティーの詳細を見ていきましょう。まずジントニックですが、アシストがリーチェの武器で、封印とスキブを足しておりまして、で今回ね、結構えぐい遅延が飛んでくるんですが、これ運営さん、ちょっと愚痴なんですけど、運営さんね、いやらしいなと思ったのが、極悪チャレンジがね、遅延飛んでこないっていうことでね、遅延を振らない編成をね、使ってた方いたと思うんですが、そこでね、せっかく遅延なしの潜在だったのに、ここでもう一回潜在を振り直すっていう、ちょっと運営さんのいやらしさを感じております。遅延4以上で、まあ、悪魔キラーもあった方がいいですが、なくても意外といけそうな感じはしましたね。はい、そしてサブロベリール入れてみました。ダブル吸収無効薬で、潜在でですね、アシスト無効回復ができて、かつ回復努力をたくさん持っているというところで採用しております。悪魔タイプじゃないので、悪魔タイプ追加のチェンソーマンのサメの武器ですね、悪魔タイプ追加とチーム HP 漏れる武器を採用しております。潜在がアシスト無効回復の遅延が2つです。はい、そして、桜ミク入れました。超覚醒毒完全耐性のアシスト、こちらも悪魔タイプ追加でドフラミンゴのファーですね。まあ、ちょっとね、ルーレットを作ってきたり、回復デバフが多いので、それをね、返していく感じです。潜在毒目覚め耐性の遅延が2つです。はい、そしてバーテンダーワルリン、まあ、火力枠として主に使っていきます。聴覚性暗闇完全耐性のアシストもね、ちょっと桜ミクです。ちょっと、まあ、桜ミク2体持ってないよっていう人は、まあ、スキブが漏れて2ターンヘイストもしくは3ターンヘイスト、まあ、ちょっとスキブの数は注意してほしいんですが、あれば別に桜ミクである必要はないです。はい、そして潜在ダメージ無効貫通の悪魔キラーです。はい、そして赤座、まあここも安定に炭治郎武器の無効貫通潜在なんですが、極悪とはね違ってスキルチェーンを振ってあげてください。リーダー側も同じですね。はい、こんな感じのパーティーで HP バッチでやっていきます。はい、今回も PDC はざっくりと書いているんですが、まだね、クエスト始まって何回かしかやってないので、遭遇してない敵がいるかもしれません。ちょっとそこは、書いてないことになるんですが、ご了承ください。一応、私がね、遭遇した敵は全部書いております。最初、もろもろ変身して、はい、もろもろ変身とヘイストをしていってですね、コンボしていきましょう。はいはいはい。ここの辺はね、別に硬くないのでワンパンできますね。で、2階層でね、毒入りルーレットを生成されて、まあ、そのまま去っていくんですが、これがね、かなり邪魔なので、3階層に、到達したら桜ミク使って、このね、ルーレット返していきましょう。で、ちょっとね、ルーレットのタイミングが悪く毒が残っちゃいましたが、で、先生も食らっているので、しっかりと回復分けしてください。まあ、回復エンハーかかっているので、四つ消しじゃなくても大丈夫なんですが、回復は忘れずに組んでください。で、4階層、4階層も、特にないのでワンパンですね。で、HP の関係でですね、4階以下で乱入が出た場合は、ちょっとやり直してください。はい。ちょっとね、ちょっとだけ HP が足りないので、はい、5階層以降だと、熟成の覚醒が発動して HP が増えるので耐えれるんですが、4階以下だと耐えれません。はい、で、5階層ですね。5階層も特にないので、赤座使ってワンパンしてください。はい、もちろんですが、基本的に赤座ループですね。そこは忘れずにやってください。OK、ワンパン。悪魔タイプ半減だけど、ワンパン。で、6階層、ちょっとだけ、ここは、ターンがかかるんですが、まず、1ターン目はですね、耐久です。4色以上で耐久してもらって、2ターン目に赤座とロベリール打って半分まで削ります。ちょっとね、ロベリールがね、これ2ターン継続だったら爆発強いんですけど、一旦継続なのでね、はい、ちょっと耐久が入ります。はい。そしたら、
ダメージ吸収から毒性吸収に切り替わるので、ここはですね 2,3 ターンかけて突破していきます。赤座の、水かな、水とかでちょっと頑張って、倒していきます。はい、ちょっと闇が引っかかるんですが、道義がなります。はい、そしたら次、ここルーレット邪魔なのでサクラミクを打っていきます。あ、でサクラミクに関しては、ルーレットループなんですけど、ループせずに、はい、まあ、ルーレットをされたタイミングとか回復デバフしたタイミングで使っていくので、ループでは使わないようにしてください。はい、で次ここ無効貫通なので、赤座打って6色組んでいきましょう。はい、6色組んでワンパンできるかなと思います。 OK、 結構敵は柔らかめな敵が多いですね。はい、で9階層、はい、ここでねエグ遅延が来ます。で赤座も遅延されちゃうんですが、まあ、ルーレットあると思うので、ルーレットから取り出してしっかりと火力を出していく、もしくは、耐久しても OK です。はい、なんか喋ってね消えてったので軽減が消えましたが、ここはしっかり回復を4消ししながら、突破していきましょう。はい、耐久 しましたね。赤座がいなかったのでちょっと火力があれでしたが、しっかりと突破していきます。はい、いや遅延を久々に食らったのでちょっとムカつきましたね初見でやった時、あー遅延こんな飛んでくるんだと思って、はい、ちょっとムカつきましたけども、はい、ここもワンパンできるかなと思います。 OK、 はい、そしたら12階層は、ここもですねエグ遅延飛んできまして、ダメージ吸収なので、まあロベリール止まるまで耐久しました。まあ、今回は2ターンだけだったので早いんですが、ロベリールを、貯めて赤座ロベリールで突破していきます。まあ、ここはねワンパンできるので心配なく一旦継続でも OK という形ですね。はい、 OK、そしたら次13階層、ここ今回乱入でしたね。乱入は5階層以上だったら、半減とかね軽減もなくても耐えれるので、しっかり回復した状態で半分まで削りましょう。で本来ここは何だったかな、何だったか忘れたけどワンパンできたはず。はい、昨夜かな、違うな、その辺のその辺の出来なんですけどワンパンできるかなと思います。はい、 OK、 13回総突破で14回、14回、今回あ、これなんだっけ、名前忘れちゃった、コシュマル、はい、6コンボエカ吸収でルーレットですが、かなり邪魔なのでサクラミクで返していきます。はい、いやサクラミク強いですね。しかもみんなゲットしていると思うので必ずみんな1体持っているというのが編成に使いやすいところ。はい、で15階層、ここちょっと、固めですね。まあにちょっと赤座の苦手で属性ではあるので半分1回で削りきれれば、まあ、2番でいけるかな。ちょっと私は余らせてしまいましたので、3回殴っておりますが、まあ、別に余らせても OK、まあ、ちょっと発狂がね、この後発狂があるか分かんないのでここはね全力コンボでいきましょう。なるべく、水か火かなをメインにすると、ジントニックの方もカンストできるかなと。ちょっと早朝に撮ってるから日本語が全然出てこなくて詰まったりしてるって申し訳ないんですが、すいません、今4時半です朝の。はい、でここの階層もちょっと硬いのでここは通パンになるかなと思います。はい、こう16階層かな、16階層を1回殴って、はい、バインド食らいませんので2回目殴って突破ですね。はい、 OK、 いいですね、落ち込んがめっちゃ乗ってる。はい、 OK、 70億。はい、そしたら17階層、
ここは回復デバフが来るので桜ミクの方で返します。一応ロベリールも、回復エンハあるんですが後でまた使うので、取っときます。桜ミクで回復エンハ返してデバフを返していきます。はい、で半分切ると、消せないが来たと思うのでそこはジントニック使って返していきます。はい、ジントニック使って、今、赤座とジントニックを使う順番が逆でしたね。はい、はい、まあ OK。はい、で17階層突破。で、18階層、ボスの1個手前ですね。はい。爆弾はまあちょっと作られちゃうんですが、まあそこまで気にしなくて OK です。で、この後、次のボス階層でまたジントニックを初ターンで使いたいので、ここはね3ターンかけて突破してください。一旦どっかで待機を入れて必ず3ターンで突破してください。3ターン以上で突破してください。はい、ジントニックが使える状態で次の階層に行ってください。はい、2回殴ったらおそらく突破できますね。普通に殴れば。はい、 OK。 3ターンかけてボス前を突破。ちょっとお邪魔は邪魔ですが、最後変身して、最初にですね覚醒無効してきます。はい、覚醒無効してくるので、これをねジントニックで返していきます。はい、ジントニックで赤座打ってはい、ね、組んでいきます。はい、 OK。 落ち込んありがとう。しっかり70億出して、まあ、これぐらいの削りなので、まあ、2回殴って半分って感じですね。で、ダメージ吸収来たらロベリール打って、これで半分まで到達できるかなと思います。まあ、半分時と、特にね、打たなきゃいけないスキルもないので、そのまま半分まで削ったら、アシスト剥がされますので、ここはね、しっかりですね、火か木の L で回復、アシスト無効を回復しながら、体力もね、HP もしっかり回復してください。ちょっとギリギリになっちゃってますが。で、もし盤面に火か木の、L が組めない状態であれば、まあ、さっきのね、ところでワルリン使って盤面拡張しても OK です。はい、で、ちょっとここひよって、ワルリンとか使ってなかったんですが、発狂が、あるかわかんないのでギリギリだったかもしれん。はい、最後はワルリンとジントニックを使って、削りに行きます。はい、 OK。 これで3月のクエストレベル15クリアです。まあ1個積みとしてはね乱入が早々に出てくると積むことにはなるんですが、まあ早々ないかなっていうのと、まあ出てきたとしてもね最初の辺なのでやり直しやすいかなと思いますので、ぜひこの編成組める方はやってみてください。まあ宝石ね15個ゲットできます。またね明日以降もレベル14とかも上げると思うのでぜひ参考にしてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。